9月27日、水曜日、グローバルボーイズグループ、上1、が全国アリーナツアー、2023上 12ND アリーナライブツアービヨンドザダーク、の広島公演、会場、広島グリーンアリーナ、を開催し、先週9月20日、水曜日、にリリースした 3RD アルバム、エキノクス、のリード曲、ヴィーナス、をミツルを辞してツアー初披露した。東京、愛知、宮城に続き、今回で初上陸となった広島での本公演は、先週のアルバムリリース時に体調不良で休んでいた大平翔征、豆原和成が完全復活。11人揃った元気な姿を見せ、オープニングからかつてないほどの歓声が沸き起こる。与那城翔が、広島最高です、と熱気に応えると、河野純喜は、広島さん、と丁寧に、観客に向け投げかける。豆原和成は、上腕のぷにぷにもみじまんじゅうこと豆原和成です、と可愛らしく自己紹介し、大平翔征は、復活しました。心配かけました。今日は盛り上がりましょう、と報告。他にも、上腕の川西匠ですか。とまさかの疑問形でボケるなどユーモアを交えながらそれぞれ挨拶をする。持ち前のシンクロダンスでかっこよく魅了したかと思えば、バラード曲では伸びやかなボーカルで引きつける。ライブ中盤には、アルバムの新曲であり、勢いを加速させるパーティーチューン、ラジオビジョンを披露。この曲の歌詞にあるように、一曲一曲の思い出を作り上げるような彼らの魅力が詰まったステージングで盛り上げ本編が終了。アンコールになると、予想もしていなかった衣装を身にまとった上腕の再登場に、やばいやばい、と会場は騒然となる。暗転したステージから一気に11人にスポットが集まる演出でスタートしたのは、緻密で切れ味のあるフォーメーション構成で11人グループならではの芸術的なパフォーマンスが反響を呼んでいる 3RD アルバム、エキノクスのリード曲、ヴィーナスだった。エモーショナルさを増す生バンドサウンドに、メンバー一人一人の叙情的な表情が合わさり、上腕の進化を見せるステージングとなった。バル、先週リリースした本アルバムは、オリコン週間アルバムランキング1位、2023年10月2日付、オリコン週間デジタルアルバムランキング1位、2023年10月2日付、ビルボードジャパン週間アルバムセールスチャート、トップアルバムセールス、1位、2023年9月27日公開、ビルボードジャパンダウンロードアルバムチャート、ダウンロードアルバム1位、2023年9月27日公開、と、各主要音楽チャートにてセールスとダウンロードの2冠を達成。さらにアルバムの新曲、ラジオビジョンと、ヴィーナス、それぞれのミュージックビデオが早くも2000万回再生を突破するなど、その勢いはとどまることを知らない。しかしながら、リリース日に出演した韓国の音楽番組、ショーチャンピオンには大平が、翌21日に出演した、M カウントダウンには大平、豆原の2名が共に体調不良により参加できず、ジャム、ファンネームからは、早く11人の、ヴィーナスが見たい、と声が上がっていた。初めて11人揃った状態でのツアー初披露となったサプライズに会場は歓喜に包まれた。バル、披露を終えると、川西はアルバムを無事にリリースできたこと、そして1位を獲得できたことへの感謝と、全員のこの衣装、見たかったでしょ。木俣翔也は、やっぱり11人がいい。全員揃ってやっと披露できてよかったです。佐藤敬吾は、泣きそうでした。11人揃うとやっぱり嬉しいです、と話し、ジャムだけでなく、メンバー自身も、11人、であることへの思いを語った。さらに河野は、客席に向け、ヴィーナス、ジャムか。いつもそばにいてくれてありがとう、とジャムをヴィーナスに例え話し、白いワルキは、めっちゃ好きじゃけい、と広島弁で話し、沸かせた。本アリーナツアーはこの後、本日の広島2日目の公演を終えると、福岡、大阪を巡り、そして4都市でのアジアツアー、11月24日、金曜日、25日、土曜日に行う京セラドーム大阪での追加公演と続いていく。